はい、ラグゼ EGX シリーズから新しい竿が出ました。 EGX アルティメイトでございます。ラインナップを説明すると、77の ML から82の ML、 86M、 86の ML、 全部ソリッドになっております。特徴で言ったらですね、77から言いますと、個人的には僕は77をショートロードを好んで使っています。軽さがですね、62g と驚異の軽さのロッドに仕上がっております。ソリッドになってますが、先端がそれほどソリッド感がなく、結構高弾性のカーボンを使ってますので、意外と気にしなくバシバシ振れる竿にはなってると思います。まあ個人的にはですね、使ってみてそうって思いますね。次82がですね、82はですね、まあある程度パワーもありまして、若干足場の高いエリアで、77の次の番手なので、まあ、風が強い時とか磯場、堤防周りなんかでは好んで使ってます。で 86M、 それはちょっと深場の方でちょっと重めのヘビータイプのエギを入れたり、深場でのボトムの大きなしゃくりなんかでは有効的に使っております。で最後に86の ML、それはまあ皆さん使われるオーソドックスな86シリーズの中でもちゃんと曲げれて、スラックをうまい感じで使いたい時なんかは86の ML、 秋のね、若干ちょっとちっちゃめのイカなんかでも綺麗に竿が曲がってくれて楽しめる一本になっていると思います。まあ店頭でありましたら手に取って触ってみていかがでしょうか。よろしくお願いします。今回ご紹介するロッドがラグゼのエビングロッド EG シリーズの新しい竿になります。 EGS シリーズです。この EGS の竿の番手が82の MML、 86の MML、 この4機種になってます。で、まあ、価格の方も安くなってますし、入門で使ってもらうにはとても使いやすい竿になってるんかなって思います。で今回今僕持ってるのが S の82の ML なんですけど、この竿は僕9月からずっと使わせてもらって、そうですね、進行サイズの数釣りとかしてもらうのに弾丸用にこの竿を使ってもらったら、浅瀬の欄岸とか軽い手のエギとかでも癖ないんで、ちゃんとバットに乗ってシャキ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 しゃくれるので、とても使いやすい竿になってるん違うかなって思ってずっと使ってます。で進行サイズが釣れんようになってきて、どん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 深場にイカが落ちていくんですけど、南紀エリアでは。でその際に僕この S の86の M っていうちょっとパワーのあるような竿で、深場へ結構ロングキャストするのに長さもパワーも必要なんで、この EGS の86の M の、パワーで遠投して、そこ付近でネチネチネチするのにこの竿をずっと使ってるような感じですね。この86の M なんですけど、全然その 3.5 号のエギとか潮効いてるエリアでも全然しゃくっていただけるんで、結構おすすめの竿には仕上がってるの違うんかなって思ってます。まあ皆さん一回自分のね好みによってEGS のシリーズをどれか手に取ってもらって、楽しいエギングをしてもらえたらなって思います。こんにちは、ガマカツラグゼイカメタルコーナーからの新製品、こちらスピードメタル X となります。それではこちらスピードメタル X の、まずコンセプトの方から説明させていただきたいと思います。こちらもコンセプト感度性能の底上げということで、メ感度の方はもう出て当たり前でも考えておりますので、メ感度はもうバッチリしっかり出ます。その上での、手感度の追求っていうところにとことんこだわって、設計された竿になりますので、一般的にイカメタル目感度を、重視して釣られる方多いと思うんですけど、さらにこの手感度も交えた釣りを組み立てることによって、さらにイカメタル、これまで取れなかった一本っていうのがしっかり取れるようになりますので、ぜひともこの目感度に加えて手感度を意識した、釣りの方を心がけていただけたらと思います。でその中でちょっとね、こちら合計で全部で6機種ありますので、機種ごとのちょっと簡単な特徴の説明、これから移らさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはこのベイトのモデルから、まずこちらの B66M、
こちらはあの重りのベストウェイトとしては15号から20号ぐらいがベストとなります。もうあの状況によっては25号も扱えるだけの全然パワーも持たせておりますので、その上でこちら の, あの一番特筆すべきポイントとしては66mmに関してはもうメカンド、繊細な穂先使っておりまして、非常にあの高いメカンドで今までの代替比率そうですね 1.5 倍ぐらいの、メカンドの当たりの大きさを出せますんで、こちらもメカンド重視の一本です。次にこちら B66MH、これはもう本当にオールラウンダー、まさに、ね、重りの方はもう20号から、そして25号ぐらいがベストで、30号まで扱えますので、イカメタルから重り具の方まで、対応できるような本当にオールラウンド優等生な一本となっており、メカンドテカンドとバランスが取れた一本になっております。次に B66H、こちらはメタルスッテの方は25号をメインに、まあ、マックスはあの30号、場合によっては40号も扱えなくはないです。その中で、イガメタル、ベイト、オモリグ両方いける仕様なんですけど、この 66H の特筆すべき点としてはテカンド、かなりこれ金属的に出ます。あの竿先のメカンドも当然出るんですけど、テカンドとしてガリッとか、あとブルブルとか、なんか魚が当たったような感じで出ますので、もうその辺りを感じ取っていただけて、即合わせにつなげていただけたらフッキングレスポンスは抜群だっておりますので、そのような一本となっております。そしてこの中でも一番の異端児といいますか、個性派ベイトンモデルの中でも B510H、こちらはですね、もう本当に先調子のもう91調子に近いような感じで、穂先はグラスソリッド、このモデルだけ使っております。その中でもう特に細かい当たりをどんどん誘ってかけて出していくっていう釣り方に適した竿になってまして、もうフッキングレスポンスも一番高いです。もうあの手首返しただけでもう当たりを即座にフッキングに伝えられる。あとはね、もう浅棚でもうガンガン動かしてテカンドでバシバシかけていくっていうスタイルに最適な一本になっておりますので、こちらもあのぜひもう個性派モデルとして、ちょっとねエリアとか、あと場所、あとシチュエーションは少々選ぶ面はあるんですけども、ハマれば抜群の一本ですんで、はい、ぜひよろしくお願いします。次に、重り具のスピニング2機種、こちらも端的にいくと S の 69MH、 こちらはあのテカンドよりもメカンドに寄せたような一本になってます。で 69MH の方はシーズン初期の浅場の水深 20m から 40m ラインでのあの重り20号から25号を使ったような、重り具でも非常に、相性のいい一本になっております。もちろんあの重り30号もバッチリ使えて円筒性も兼ね備えてます。なのでこちらの 69MH はもうよりメカンド寄りの一本ということで、で残りの一本 S の 66H、こちらはもうあのテカンドが際立った一本になってます。重りはだいたい30号をメインに40号まで扱うことできます。で若干ショートレングスになっておりますので、非常に操作性もよく、何よりこのテカンド、もう極端な話、そうですね、もう目をつぶってたりよそ見をしててもあのその場で、当たり感じてかけれるだけのテカンドが、一番際立った一本になっておりまして、個人的に非常におすすめの一本になってます。あとはねもう短くて疲れ知らずですんで、ぜひもうこの一本良き相棒になってくれればと思いますので、こちらが合計6機種の、機種の簡単な説明になりますので、ぜひとも今シーズンスピードメタル X シリーズよろしくお願いします。ガマカツの西村です。この度ガマカツラグゼよりマイカというロッドが発売になります。こちらのマイカはアユルア専用設計のロッドになっております。機種といたしましては、こちらの 8.ML と 96M の2機種がございます。主に 8.ML は小中規模河川に向いた設計のロッドになっております。一方で 96M については中大規模河川に向いた設計のロッドになっております。こちらのロッドの大きな特徴といたしましては、この柔軟なロッドの調子にあります。このロッドアクションが柔軟なおかげで、アユがかかってから身切れなどのバレのリスクがとても軽減されております。また2つ目の特徴といたしましては、ロッドの操作性にあります。主にアユルアーではミノーなどのルアーを使うのですが、そのミノーをツイッチングさせたり、あの細かいアクションや、レンジ調整などがしやすく、軽快な使用感のロッドになっております。
で、またこの竿ですね、今回デザインにもこだわりまして、こちらの流水紋という日本の伝統の柄をモチーフにしたデザインを行っております。こちら流水紋というのは水が流れるような模様をイメージした伝統模様になっておりまして、こちらのブルーのセクションですね、こちらは水の色を表しております。また鮎が日本の伝統の魚でのイメージが多いですので、こちらにマイカの家紋のようなロゴもあしらってコスメに入れております。また個人的なお気に入りポイントとしては、こちらにもマイカの家紋ロゴをデザインさせていただいております。ぜひこの夏はこのマイカを携えて涼しい川で軽快にアユルアーフィッシングを楽しんでください。